ここがね、やっぱ回るんですよね、ブリストルってね。ハートなんで、基本的には。うん、でかい養殖場って雑なんですよ、いい意味で。うん、これ松橋さんって言って、これ埼玉の、はい、見てもらうと分かるんですけど、やっぱ顔つきとか、おばりだとか、体がいいじゃないですか。うん、だって、可愛いですもん、伊勢が。うん、いい顔してますもん。うん、これ加藤さんのリーティン、親ですよね。うん、うん、でこっちのオランダとか岡部さんですね。はい、岡部さんも今はもう僕の中ではまあもうだいぶ昔より強くなったなと。やっぱちょっと丁寧なんですよね。人柄が出ちゃうっていうか、すごい丁寧な人だから、うん、だからそのお曲がりだとか姿勢っていうのはほとんどいないんだけど、うん、ただ丁寧すぎちゃって、うん、うん、ちょっと弱い部分があるんですけど、まあちょっと1ヶ月間ぐらい様子見てから混ぜる分には全然飼いやすい魚だと思いますよ。だから加藤さんとかと混ぜたって別に知らないしね。はい、で、まあここはそうですね、あ、親もんばっかしですかね。あれは加藤さんの桜錦、うん、でこれは木村さんが新しくできたって言い張ってるキャリコミュニティ、うんうん、新しいかって言われると、うん、厳密に言うとですよ、はい、もう数年前から、うん、ちっちゃいキャリコミュニティの中に、うん、いたよ絶対って僕は思ってるんですけど、うん、木村さんは、うん、初だよ、うちの琉球のこういうのが出たのは言い張るんですけど、うんはい、うん、まあ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 いいじゃないですか、うん、だから純国産でね、こういう墨とかキラキラね、モザイクが入るっていうのはいいことですよ。国産でこの柄はね、素晴らしい。で、尾っぽも中寸でね、うん、あのブロードとかが入ってないじゃないですか、うん、ちゃんと真ん中がこうへこんでね、はい、普通の綺麗なノーマルの尾っぽしてるから、うん、うんうん、そこら辺のは志村さんですね、桜錦は、うんうん、で、この志村さんの水泡は去年の日本一大会でチュベットってやつですね。あ、そうなんですか、うん、国産ですか。国産ですよ、うちは国産しか扱わないんで。あ、そうですか、うん、で、これね、うわすごいなこれ。いや、すごいと思いますよ。これなんか雇いの方のテレビでなんかすげえ出てたらしいですよ。すごい、そう、まあ可愛いですからね。可愛いですね。で、まあやっぱ少ないですよね。うん、でやっぱりなんだろう、そこまで違いはないっちゃないんですけど、うん、やっぱ国産っていうのはいいですよ、ね、うん、でよくたまに聞かれるんですけど、じゃあ松村さん輸入扱わないんですかと、うん、言われるんですけど、はい、輸入扱います、うん、白紙ってやると、うん、昔は、はい、ただここに来て扱いますかって言われたら扱わないです。もう一番大きな問題は、うん、うちここ一応東京都ですけど、うん、東京都八王子市ですけども、はい、マイナス6度とか、はい、この間なんかマイナス8度になったわけですよ。今、道、ありましたよね。うん。無理ですよね、はい。僕の理屈の中で昔、直輸入だとか、はい、まあ、いろんな問屋さんからとかも輸入も散々扱ってきてるんですけど、うん、15度切るとね、うん、ひっくり返るんですよ。消化不良を起こしたりとか、はい、あとは輸入の菌によって多いのが卵を持ってきちゃってるんで、うん、はい、それがね、消化吸収されればいいんですけど、うん、産んでくれたりとかね、うん、ただ意外とね、そのまま死んじゃうことも多くて、だからやっぱしうちでじゃあ例えば15度キープって難しいんで、うん、ほぼほぼ無理って言ってもいいぐらいなんで、うん、だから僕は扱わないです、うん、うん、オートモチね、大友っていうのはね、この埼玉の漁業組合の人間なんですけど、大友漁業場っていうのが、はい、はい。で、ここはね、もともと、大友のお父さん、息子がやってるんですけど、はい、お父さんは水産試験場の人間で、はい、やっぱね、その、水に関してうるさいんですよ。はい、丁寧っていうか、はい。なんで、息子もそれを受け継いじゃってるもんだから、やっぱね、ちょっと水には神経質です。うん。ただ一回馴染んじゃえば別になんてことないんで。はい、はい。でね、見てる通りね、物は悪くないんですよ。うん。うん。東にしたってね、悪くないですよ、全然。うん。うん、で、正直言っちゃうと安いっす。うん。うん、だから、全然、例えば、ね、じゃあ、江戸錦、うん、この終わりで、この符が入ってね、符っていうか、王の墨が入って、うん、朝毛もしっかりあって、顔もそれなりにちゃんとしてて、うん。うん、安いんですよ、いいですね、大友は。
そう。あの、僕なんか全然好きですよ。うん。うん、これ、木下のサラサワキンさんね。はい。これはもう、今年の初競りで落としたやつですけどね。うん。11日、12日のやつですね。そうですね、はい。うん。なんかニュースに出てましたけどね。うん。これなんかもね、木下さん、今は、個人的な意見ですけど、はい、あの、多分、木下の和金が、今、日本で最高峰でしょうね。うん、なんだろう、そのサイズ、伸び方だとか、はい、おばりだとか、ベニスだとか、すべての平均のレベルが、レベルでね、こう比べると、木下が一番だと思います。今はね。はい、うん、昔は平賀の方が上だなとは思ってましたけど、うん、今の段階でいくと木下かな。僕は思います。うん、ただまあね、ほら木下さんとかも、うん、そうなんですけど、やっぱ、例えばいろんな場所に血も入れるんで、はいはい、だからどれが正解かっていうのは、うん、何とも言えないけども、うん、平均レベルとして木下かな。うんで、平川さんも当然いい弁にしてるし、うん、いいやつもいるんですけど、うん、その、なんだろうな、平均レベルで考えると、こっち、はい。うん。でも最近推してるのは、志村さん。あれもいいですよ。志村さんの脇も。志村さんの脇も。うん。あれもいい。東川さんの、笑点龍金。東川さん。うん。はい、これはあの、奈良県の人ですね。早橋のね。郡山とかの。東川洋芸。はい。変わり系が多いです。ハイブリッドオランダとか、まあ、ショッテルとかもそうなんですけど、はい、で、僕、基本的にさっきも言ったんですけど、輸入金魚扱わないよって言ってるんですけど、うん、で、国産で、ショッテルリーキン作ってるのってよく聞く薩摩。これってもう親が輸入なんですよ。だから F1 とかが多いから、僕は正直言っちゃうと、これ国産って認めるのかと、いう考えがあって、僕は薩摩扱わないです。で、じゃあ、ぐーっと全国、僕いろんな場所に知り合いいるんであれなんですけど、うん、中で、じゃあ、ショーテールって言うと、うん、どこのが一番って言われると、僕は東川だと思います。まあ、基本的にやっぱ僕の子なんか販売店なんで、はい、常時同じぐらいのグレード、うん、同じぐらいの値段、うん、で、やっぱし安定して死にづらいとか、お客様が買いやすいっていうのを、トータルでやっぱ強化するわけですよ。うん、の中で、一番これが僕は無難だと思います。東館の。あの、強さね。うん。うん、そうまあ、その時によって、ギーノ系が多いのか、まあ、桜が多いのか、スラカ系が多いのかっていうのは、うん、まあ、その時によって違うんですけど、とりあえず多分どの色だろうが、うん、まあ、変なし、どこのお店で買っても、東館のショッテルは強いと思いますね。うん。これは一番いいと思う。これ、うん、なんか、ボロッキキ泳がしても綺麗ですよね。そうそうそう。だから、女の子とかはね、好きですよね、ねこういう。じゃあ、ショットールを選ぶときに、じゃあ、どこ見るのか。はい。まあ、肩を見たりだとか、うん、尾がどうだとか、いろんなこと言うんですけど、うん、このね、泳いでるときの、はい、頭からのこの側線のこのライン。これがね、水平じゃないと無理なんですよ。頭からこのオープン付けのこのラインがね、うん、上と下が均等でできたら、このね、泳ぐ時の姿勢っていうか、まっすぐちゃんと均等にバランスがいい子は、はい、卵産もうが何しようが絶対ひっくり返る。うん。これ、ちょっと難しいんですけどね、説明が。これ加藤さんですね。で、これは、やってみの誰のかわかんない。通報ですけど、まあ、物が良かったんで、入れちゃいました。これが昨日入れた、やってみの桜の湯、湯金ですね。これ、何でしたっけ、加藤さんか。いいと思いますよ、うん。うん。いいと思います。ただ、まあ、正直言っちゃうと、はい、じゃあ桜ビューティー売れるのと。うん。だったら売れません。ああ、厳しいんです。ただ、いや、好きな人は好きなんですよ。はい。ただね、坪田の社長好きなんですよ、桜が。ああ、なるほど。うん。で、あの人、桜ビューティーに必ず落としてくるんですよ。でも、従業員とか僕とかも、もう売れないからやめなって言うんですけど、あの人絶対落とすんですよ。だから桜にね、多分いい思い出があるんでしょうね。本人で。だからね、必ず落としてくるんですよ。そうすると、やっぱ付き合いで買わなくちゃいけないんですよ。気持ちとして。はい、そう。でもまあまあ、仕入れ先とか。まあ基本的には、まあいいと思いますよ。物は悪くないですよ。はい、うん。これは、志村さんの悪魔ね。オランダ。うん、で、あれは平賀の竜金かな。あ、嘘だ。これ高沢かな。
あ、平川、平川。うん。そうそうそう。これのエドはね、まあ安定ですよね。うん、菅さんとかのはね。桜、サラサラのコメントですね。これも、これとこれは、この間、今週の競りで落としたんです。これは先週。それで、コメットって、うん、ほんとね、生産者によって、うん、顔だとか、おばりだとか、紅質っていうのがほんと違うんですよ。で、僕はね、いろんな人のコメット見てますけど、うん、鈴木さんのが一番安定して丈夫でいいと思うんですよ。うん、これ鈴木さん、はい。うん。で、まあ多分市場とかみんな思ってるんですけど、うん、あいつ毎週180も200も買って、売れんのかよと。うん、売れるんです。そうですよ、ね。売れるんです、これは。これはね、いいんですよ。赤も濃いですね。そう。で、これよりちょっと、1週間前に言えたらこれで。あ、ちょっと大きいですね。うん。だってこれ、もう今、多分、どうですか、50いないぐらいでしょ。うん。で、これ180匹だったんですよ。うん。180入れて、1週間10日で、半分以下になるって。あ、どんだけだよっていうぐらい、これ人気あるんです。その点逆に失敗したのが、これは大野さんのデミキン。うん。いや、いいんですよ。いいですよね。うん。で、丈夫だし、うん、で、これ搭載なんですよ、みんな。だから、おっぽがまだ短いですよね。ヒレがちっちゃいっていうか、うん、体に対して。うん。だから、伸びしろとかもあっていいんですけど、うん、まあ、こんなにいらなかったな。あ、これね、20、30ぐらいで入れると、うん、瞬殺で売れるんですよ。ただこれ、いすぎます。これ100だから150ぐらいの口なんですけど、これ調子に乗りすぎました。ちょっと確かに尻尾のサイズから言って、急激に大きくなったのかな、うん、って感じです、ね。あの、大野さんのはね、結構出荷がね、成長が早いんですよ。そんな感じですか。だから2歳とか3歳になって、初めて完成するっていう、うんうんうん。うん。だからね、昔よく言ったのが、あの、マルシンの玉サバ。あれって、よくモンスターとかで、あの30になるのかよっていろんなこと言う人いるんですけど、はい、あれはね、縦金魚って言って、早、うん、橋が、搭載で勝負するもんじゃないんですよ。はい、あれ、2歳、3歳で完成するんですよ。搭、う、載、んうん、の時は、ほんとサバオみたいな。肩の肉も大して入んないんですけど、はい、2歳、3歳に入ってきて、それこそ水深かけてね、うん、ちゃんと餌くれてやると、ちゃんと肩に肉が入って、完成するんで、これも一緒なんですよ。縦金魚で、これも2歳、3歳、うん。こんなのいいですよ。体だって、おばいだっていいから、うん。あれなんかも、今はおっぽが短いなとか、うん、体のこの、ね、長さが違うなって思う人が多いと思うんですよ。これもそうですね。はい、なんですけど、これも、ね、2歳、3歳になってきて、初めて完成するんですよ。うん、だからね、あの、魚って、今が旬なのか、今がピークなのか、はい、あの、この先伸びしろがある、若い、要は縦金魚なのか、うん、もう何タイプもあって、うん、うん、例えば水槽とかで単純に買いたいよっていう人なんかは、はい、あのね、イーダの金魚とかがいいと思うんですよ。あれちっちゃい、はい、よくこれ、こんなの搭載だろうって思うようなサイズでも、はい、あれ2歳とかなんですよ。2歳、3歳で送ってくるから、はい、赤いんですよ。もう仕上がっちゃって。頭も出てますよね。うん、そう、うん。だからね、逆に、搭載とか、あの、明け荷ぐらい出してきたやつで、赤が弱いなっていうやつだって、はい、別に真っ赤にすることは全然可能なんで、うん。うん。だから、飯田のが特別真っ赤なのかって言ったら、うん、そうじゃないんですよね。うんうん、この人たちなんかは、生後半年とか1年で出しちゃえ。うんうん、まあ、商品にしちゃえっていう考えなんですよ。はいはいはい、で逆に、飯田さんとかなんかは、逆にしっかり買い込んで、から出荷、うん。色が上がってきてから出荷っていう、うんうんうん、あの、営業方針っていうか、方針だから、うん、作り方が違うんですよ、根本的にね。うん。で、その点では、例えば、キラガだとかの、和金、蜜和金と、はい、例えば、じゃあ、木下やシムラとかの、蜜和金の、これは同じぐらいのサイズで、うん、これ、まあ、多分、パッと見皆さん、搭載だと思ってるんですね。うんうん、だけど、キラガの方が赤く見えるよ、うん。これ、そうなんですよ。搭載じゃないから。うん。年齢が違うから、あの、ベニスとかっていろいろなタイプもあるんですけど、はい、基本的には、同じ年月じゃ月齢じゃないわ。あ、うん、だから当然、先輩だから、年上だから、赤くて当たり前なんですよ。うん。で、志村さんのは若いから、あの、色が飛んでて当たり前なんですよ。あの、金子だとかね、うん、ちょっとパラついてんじゃないのっていう、当たり前の話なんですよね。うん、
うん、鈴木さんのもそうなんですよ。サイズが一緒ってだけなんですね。そう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 。ね、基本的にはあの年齢で出してるんじゃなくて、あれは出荷サイズに合わせて出してるだけだから、はい、年齢じゃないんですよ。うん。うん、だからね、簡単に言っちゃえばもう S、M、S、M、M、L、L、L とか出してるんで、うん、あの年齢で出してるわけじゃないんで、うん、出荷サイズのその基準に満たしてるか満たしてないかで出してるだけだから、はいはい、あのあんまり大きさで色をどうこうっていうのはあんまり考えない方がいいですよ。うん、ベニ質で選んだ方がいいです。はい、このベニは柿ベル分厚いから伸ばしても知らないなとか、うん、逆に真っ赤だけど、なんだろう、伸ばしたらパラついて消えちゃうやつとかもいるんで、うん、当然、うんうん。だからそこら辺はもう経験だとか、うん、まあ店の人に聞いた方がいいですよ。あ、そうですね、伸ばしてもいいベニなのか、締めるベニなのか、うん。もうこれはね、経験値がもの言うんで、うん。うん。で、これなんかも例えば、これは、アテネの搭載なんですよ。はい。簡単に言っちゃうと。はい。で、逆に、うん、こっちにも桜残ってるけど、残ってると。あ、これ見てると思うんですよね。いますね。うん。はい、で、値段が違う、なんでと、はい。こっち、8500円ですよ。一種です。うん。いいですよ。はい。これ8500円ですよ。はい。こういうのがね。はい。で、まあ、でもそうですけど。はい。で、片や、こっちのは、じゃあ5800円ですよ、と。うん。ね。これ、パッと一緒じゃんかよ、と。うん。大きさの体質違うじゃないかよ、と。うん。これは、明け2歳。はい。搭載なんです。はい。あっちは、明け3歳。うん、はい。じゃあ、大きさとして、値段も違うと。うん。だから、どっちが買いやすいのって言ったらば、当然冬をまだしっかり超えてない、うん、この明け2の方が弱いんです、うん、向こうの明け2歳っていうか明け3歳の方が、うん、あの冬を超えて、はい、あの要は経験をいろいろしてきてるから分、うん、あの強いんですよ、うん、そう。で、じゃあどっちが良くなるのと聞かれたら、これもう答え差なんですけど、こっちの方が伸びしろがある、ね、ただ買うのは難しいですよ、うん、免疫力が少ないんで、うん、弱いっていうか、その、経験してないことがやっぱあるんだから、うん、その分買うのは難しいと思います、ちょっと。ただ向こうの方が高いっていうのは、要は3歳に聞いてやっぱちょっと高いんですよ。はい、うん、その代わり丈夫だから、業者さんは欲しがるんですよ、うん。はい。うん。その値段の違いなんですよ。うん。だこっちの方がちょっと買うのは難しい。うん。うん、で、あとよくね、質問でもらうんですけど、よく志村さんのこのブロードケーリーと、あやみ式、何が違うのって言われるんですけど、基本的には、尾っぽの、これ要は簡単に言っちゃうと、もともとがタリコトサキ。トサキなんで、尾がこうブロードになってるの。当然なんです。で、尾っぽがこうくっついてる。トサキにくっついてますよね。これ、くっついてるのはあやみ式。これ分かれてるやつ。はい、これブロードケーブルです。うん。そうね、これ前気になって聞いたら、うん、基準としては、尾っぽが離れてるものに関してはブロードケーブルですよと。で、これくっついてるものに関してはあやみ式だし。うん。うん。だからね、まあその判断が全部が全部そうなのかって言われたら、うん、ちょっと怪しいくっついてるやつもいますけど、うん、だからね。これは今販売上ブロードケーブル。これはブロードケーブルだ。うん。一番に出てきた名前もブロードケーブル。うん。これ志村さん。志村さん。うん。で、桜は、あ、これも志村。志村。うん、はい。そう。これは荻野さんですね。うん。うん。はい、で、この脇は大友。さっき言ったように、例えば、混ぜた死ぬよとか弱いよってみんな言うんですけど、うん、別にもう、そこまで弱くないんで。うん。やっぱし一滴、僕なんかは、よく、辛口だなんだ言われるんですけど、うん、要は、業者の人もみんな聞いてるわけですよ。うんうん、そうすると、うん、僕が例えば、うん、これ弱いよと、うん、これどうやったらいいんだよって言うと、うん、やっぱね、生産者の人も見てて、はい、松本さん、うちの魚はこうやると死なないんですよとか、うん、もうちょっとこうやりますよとか、でも努力してくれるわけですよ。はい、例えば、去年、
お正月初競りに、うんうん、正直言っちゃうと、いい魚が全然いなかったんです。うん、正月なのに舐めてんのかよと。うん、初売りみんな欲しくて来てんだから、うんうん、お前、目玉商品ぐらい出せよと。うん、結構ちょっとボロクソに文句言ったわけですよ。はい、そしたら、翌週、荻野さんなんかは、うん、いや、松村さんが言ってたから、うん、池下がってきましたよと。はい、どうですか、うちの脇にっていう。はい、まあ、ぶっちゃけ結構高かったです。うんうちで売りで7万8万でしたから、うん。うん。でもやっぱいいし、やっぱその出してもらうその気持ちもやっぱあるし、うん。うん、だからやっぱそういうのはね、意地もあるから、うん、僕なんかは買っちゃいますけど、うん、逆に今年の初競りも、去年松村さんに言われたあの一言があったから、うん、今年も張り切って出してきましたと。はい、だうち当然買いましたよね。両方入りの。はい1月11日の、うん、多分入荷分に出てる、墨田区とかの大きいのがそうなんですけど、うん、あれは今年の数の、まあ一番最高値だったんですよね、初競りの、うん。だからね、やっぱ、でもそういう気持ちがやっぱ欲しいですよね。うん。うん、長い方の手は、うん、正直、クソ丈夫です、うん。うん。安い方の手。魚っていうのは、目とヒレだけは、うん絶対成長しますから。